待て、あの野郎。おばさん、村正まだ行けるか。ああ、行けるよ。チャージレベルを最大まで上げてくれ。俺がぶった切ってやる。機体が持つかギリギリの賭けだけど、やるしかないね、ヤマト。ここで切っちまうと、ピクシアが爆発に巻き込まれる。上甲板前方外周部まで移動しておくれ。了解。来たぜ、チャージを始めてくれ。ヤマト、あんたに命運を託すよ。任せろ。よし、やってやるぜ。電光石火拳村正、発動準備。反物質バルクライダー、チャージ開始。マスエキスパンダーによる造形形成開始。造形形成データ転送します。造形形成データ転送率 100%。 マスエキスパンダーによる村正イメージ展開完了。半物質パルスライダー充填 100%。 ヤマト、やっておしまい。ここで決めてやるぜ。歌舞伎ファンクション村正、置いていかれたか。最悪だな。最悪ではありません。今私は生きているのですから。イケメン掘って眠っちゃってた。いいよ、僕の存在気にしないで。でも信じられないな、雨宮くんが私のお見舞いに来てくれるなんて。こうしてるとまるで彼氏みたいだね。彼氏？いやいやいや、冗談だから真に受けないで。そういえば私のこと雨宮くんが助けてくれたんだよね。戻れ。アメミヤ、お前がやったのか。じゃあ元気そうだから行くね。え、もう行っちゃうの？あれ、照れちゃってるのかなって。おい、ハジメ。ヤマト。
では次に町の修復状況および記憶保全の報告を。学校の高速形成建築による修復は無事完了しました。目撃した住人の記憶保全は完了。次に南司令およびもう一体のドラクター人の検視も進行中だ。それと人事についてですが、高熊町長の代わりの町長役は坂東さんに、南司令の後の異星人対策部総司令は正式に私が務めさせていただきます。しかし南司令が異星人だったとは。司令は異星人でしたが平和を望んでおられました。平和を。どのようなご用でしょうか。ごめんなさい、こんな狭苦しい場所に呼んで。いえ問題ありません。みんなの私へのお嬢様扱いには嫌気がさしておりますので。単刀直入に行くわね。あなたに私の代わりを務めてほしいの。オブリビオンベイ総司令の役よ。どういうことですか。まさか南司令、あなたは何かのご病気。もう長くは持たないという意味ではそうとも言えるけど、正確には違う。環境適応薬。地球環境下でドラクター人が生活するための体質改善の薬。まさかあなたは。そうよ、私はドラクターの人間よ。ではなぜ。私の目的はドラクターと地球人を和解させこの戦いを終わらせること。しかし地球人を抹殺しようとしているのは向こうですよ。そうだ、あんな残虐なドラクターと和平などできるものか。だからこそこちらはドラクターと対等に交渉しうる力を必要としているのです。うん、芥川君。はい、予定通りイクシアは宇宙戦艦雨の村雲の断片データを集めながらサンクチュアリを目指します。ですが一つ大きな問題が発覚しました。問題？ドラクターが設置したと思われるとてつもなく大きな壁の存在です。なんだと。この壁は地平線の彼方まで続いており迂回できそうもない。我々はこの壁を大陸境界線ボルトラインと名付けました。サンクチュアリに到達するにはこれを超える方法を見つけなければなりません。つまり我々の次なる目標は、現在航行できる範囲内で断片データを集めつつボルトラインを超える方法を探すことです。どうかね。だいぶ分かってきました。ドラクター人と我々の主な違いは血液成分です。あとは遺伝子配列に 1.4% の相違点。これだけでも大発見だな。しかし他の星で育った生物がここまで我々に近いとは。ああ、違いが少なすぎる。地球人とドラクター人は本質的には同じルーツを持っているのかもしれない。どういうことですか。地球人もまた遠い昔に宇宙から移住してきたのかもしれん。ちょっと待て、これは何だ。これはまさか。こんなことがあり得るのか。これは間違いなく胎児の細胞。しかも人間とドラクター人の DNA を引き継いでいます。奇跡だ、この子はまだ生きている。